学で元気に私たち北陸アイドル部です。さあ早いものでもう12月師走に入りました。ね、早いね。てかこの料理たち何ですか、ね、具材気づきましたね。今月は力を合わせてみんなであるお料理を作ってもらおうと思います、うん、その料理とは何ロールキャベツです。ロールキャベツ。じゃあまずくるみからで、うん、なんかもう適当じゃない。まあいいやいいや大丈夫大丈夫。説明しよう。絶品ロールキャベツを完成させるため北陸アイドル部のメンバーがリレー形式で調理していくだけ。簡単でしょ。それではスタート。え、なんかちょっとナレーションも雑じゃない。いいからちょっとじゃあまずは野菜の下準備お願いします、はい、くるみ、はい、まずはこれキャベツってこれキャベツちょっと行ってみるか。じゃあちゃんと猫猫ちゃんしてるよちゃんと。これ、うん、これ怖いね破るの、はい、怖いな。どうやって1枚取るの、はい、あ、来た来た、うん、おおあこういうことね、うん、これね、硬いきたきた。これ今何枚目。でもこんなにさ、立派やんキャベツ。農家さんもすごいよねこんな立派に育てていやなんか料理したらいろんなことに気づくよね。クリミはこれで終わりなんですか。クリミなんかせんなんやまだ。ロールキャベツこのまま巻くんじゃないんや、うん、やっぱ硬いもんね。どうやって巻くんやろ。茹でる。おじゃ あ, あのお湯も沸いてる感じなので、うん、うわー茹でてある。すごいもう料理一品完成した。色がめっちゃしなりしとるし。